それではこれよりステージを使いましてソフトダーツプロフェッショナルツアージャパンステージ9福島ジャパンレディースのファイナルマッチを行います。両プロの入場です。まずは鈴木みくるプロ。続いて佐々木さやかプロ。今大会この両プロによりますジャパンレディースファイナルマッチとなります。今一度盛大な拍手を送りください。
ウィナー鈴木みくる。ソフトダーツプロフェッショナルツアージャパンステージ9福島ジャパンレディース優勝鈴木みくるプロでした。おめでとうございます。ブルーシーズン最終戦ということですが、ジャパンレディース優勝おめでとうございます。ありがとうございます。決勝戦いかがでしたでしょうか。いやちょっと入れ替え戦から見ると私の中ではちょっと新勝だった感じですね。5レグ目まで行って、今大会出場すればブルーシーズン1位は確定だったんですけれども、やっぱり1位っていうからには最後1位を飾って締めくくりたいと思っていたので、本当に最後ちょっと自分の気持ちもちょっともつれつつな感じの結果だったんじゃないでしょうか。このまま行くと自分自身が築いた年間11勝っていうものを超える可能性もあるんじゃないかなと思って、私そこをちょっと狙いたいです。本当にたくさんの人が残っていただいて最後まで応援いただいて本当にありがとうございました。ありがとうございます。おめでとうございます。ジャパンレディース優勝鈴木みくるプロでした。それではこれよりソフトダーツプロフェッショナルツアージャパンステージ9福島ジャパンのファイナルマッチを行います。それでは両プロの入場です。まずは柴田豊和プロ。続いて佐藤雄太郎プロ。両プロによりますジャパンのファイナルマッチとなります。盛大な拍手お送りください。さあどちらのプロに優勝の栄冠が輝くのか最後までご注目いただきたいと思います。
ソフトダーツプロフェッショナルツアージャパンステージ9福島ジャパン優勝佐藤裕太郎プロでした。ジャパンステージ9福島見事優勝おめでとうございます。ありがとうございます。盛大な応援が前の方からありましたけれども、決勝戦初決勝ですね、いかがでしたか？いや地元が僕生まれが山形で、やっぱり東北と東北県内の大会で、しかも4年間ぐらいジャパン出続けてて、一番成績が良かったのが2015年の福島大会の3位だったんですよ。なんでその結果を今日は超えたいと思ってがむしゃりにやって優勝しちゃったね。素晴らしいです。優勝できるっては思ってもなかったんですけど、一本一本一戦一戦頑張ろうかなと思ってて、今日はシードからスタートでなんか浮き沈みが激しいダーツだったんですけど、まあなんか外れる時も気持ちが乗って外れてるかなっていう感じだったので、自信を持って今日は投げようと思って頑張れました。2レグ目のクリケット3連発の9マークということですが、あの辺はどのように感じてましたか？いや、よく入ったなっていう感じで、いや逆に緊張しましたね、本当に。俺どうしたって思いました、本当に、うん、いやそんな中でね、本当に見事ジャパン福島ブルーシーズン優勝ということで、皆様盛大な拍手をお送りください。ジャパン優勝佐藤裕太郎プロでした。おめでとうございます。